アラン・カライフは、ロシアの男性総合格闘家。北オセチア共和国出身。マルプロ事務所属。握力は 150kg。元キックボクサーのルスラン・カライフはイトコ、アマチュア相撲とアームレスリングの世界選手権で優勝。2005年3月26日、プロデビュー戦となったヒーローズ旗揚げ戦で、ゲイリー・グッドリッチと対戦し、全ワンチョークで一本負け。 2005年7月6日、ヒーローズで、ボブサップと対戦し、左ストレートで小負け。2005年12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイト、デッジェロム・レバンナとヒーローズルールで対戦し、左ミドルキックでー RKO 負け。試合後、意識不明に陥り、医師も慌てるほど危険な渋滞のまま救急車で、病院に運ばれ、生死の境をさまよったことが、 同大会に出場していた、大山俊吾のブログにて明かされた。その後、2006年1月2日、意識を取り戻し、一命を取り留めた。2006年2月26日、初参戦となった、ビッグマウスラウドのメインイベントで、柴田勝頼と対戦し、アキレスが固めで一本分け。2006年3月22日、ビッグマウスイリュージョン3に出場予定であったが、 ビザの関係で来日できず欠場となった。2006年4月19日、ビッグマウスイリュージョン4で、ウスタ・カツミと対戦し、アイアン・クロースラムからの体固めで勝利。ありがとうございます。